すごいね。そうなんだ。かわいい。怒られる。キジちゃん。なんだこれ。かわいい。これ500円するの。やる？やんない。こういう木だよね、病気。こういう木だよね、病気とか。こういう風にやってしてるけどさ、これハーブ？何、ハーブがいいの？まあ、なんだろう。あったかい、ここ今風がなくて。あったかいね。なんか変なのいるよ。なんかやってる。ハモマン、ハモマン。そこは借り手がいないんかも。あ、いるんか。住むの？でもここなんか、持ってく？うん。にゃ。そういうのあるんだね。なんかさ、まったり。なんかさ、なんかさっきいとこに行ってたんだよ、うちら。ねえ。え、3個目？ぶたちゃん。ここで？ここ大きくなかった。そうだよね。広くないよね、そんなに。かわいい。でもこういうこと言ってた。ねえ。さっき来てたじゃん、こういうふうに。そういうこと、この肉カフェなんだ。ね、なんかここがすごいんだけど、何あれ。ミモリさん？あ、ここだね。行ってみる？こうちゃんもいる。こうちゃん。かわいいね。あ、いっぱい出ちゃった。ちっちゃいとさ。あ、かわいいよね。マナの顔が。ね、近いね、肉球で。よくわかんねえ。この車。なんだろう。何のお店？お家？じゃ、こういう車とか見ない。さすが親子だわ。スポーツ好きなのかな。あ、本当だ。あそこにも。かわいい。でも人目みたいに。ほら、あ、あともう壊れちゃってんだ。本当だ。壊れちゃってる。なんだ、知らなかった。こういうのも。そう、なんか。なんだっけ。そうなんだ。でもリフトはね、ずっとするよね。ねえ、バリバリ。なんかよって。ねえ。見たよね。ジョウロのなんか、あ、缶バッジ、ちょっとっけ。缶バッジ買ったよね。ね。ママの貧乏のようにあれですよ、買えないっていうか、買ってもらったんじゃん。外だからね。ねえ、ベニモシェイクがいいね。ジョンソンタウン人気ナンバーワンだったよ。お入りって何？ん？いつも紫。ね、美味しいね。うん、時計サクサクとかじゃない。うん、何これ。面白いね。すごいね。へえ。なんかなんだろう。サクってドワッとね、ふわーって溶けちゃう。味もなんか味もよくわからないもんな。うん